よし、くせ。ということでですね、まあ、前回こっちの裏ボスを倒したんですけど、今回ですよ、僕が最強って言ってた消しゴムあるじゃないですか。なんとこれ天下統一モードで相手で出てくるんですよ。でなんと今回僕ちょっと珍しい消しゴムで挑んでいきたいと思います。さあ皆さん、これはちょっと一時期流行ったしわかるでしょう。はい、ハンドスピナーです。これね、僕使ってみたんですけど、これめっちゃ強いよ。うん、まあ、どれぐらい強いかっていうと、まあ、このね試合でね見せていきたいと思います。いや、これなんで俺がこの試合を選んだかっていうのはね、マジで謎かもしれん。これどんぶり相手だからね。でもこれね、意外と重いんで、ちょっと待って。まあ天下統一モードは先に2本取ったものが勝ちですから、これね意外と重いんですよ。でしかもめっちゃほら全然飛ばないでしょ俺。うん、こんな感じで、はい、まあこれはね、これはもうどんぶりみたいんだからね、もう勝つ前提ですから。これやばいんじゃない多分。相変わらずやべえなこれ、おい。何もしなかったよ。ハンドスピナーの性能を見せるとか言って自爆して2回目相手も自爆しちゃったよ。ということでね、そう、この北海道を倒すとどっかに僕が使ってる最強消しゴムの相手が出るんですよ。うん、そう、そいつとね戦っていきたいと思います。あとついでにね、ラスボスも倒していきたいと思います。さあ始まりました。このハンドスピナーね、結構重い割にはすごい速さも出て、こんな風に普通に回転ショット打つとめっちゃ回りながら行くんですよ。これ攻撃力もあるし防御力もある。さらにほらやばくない？これね、これ本当に暫定1位ぐらいになれるかもしんない。そうで、これ身長っていうかさ、全体のなんだ高さっていうのが低いから、なんか変に上に乗っちゃうっていう可能性もなくて、こういう風に密接してる状態でこう打つとすごいでしょこれね。想像以上にすごいんだよ。まあこれ最初からある消しゴムじゃなくて、なんかガチャガチャみたいのでね当てるんだけどね。ということで出ました、青森県に。ここになんと僕が最強消しゴムって言って使ってた消しゴムが出てきます。ほらこれ色違いなんだけど、この相手が使ってんのは僕が使ってた最強消しゴムです。ここでどっちが最強かっていうのが決まるんじゃねえのって。ほう、この硯重いからね。まあ、でもこれ後ろに硯があるから大丈夫ですね。よし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 。飛ばす！オッケーオッケーオッケー。まあ、うまく間もすり抜けられるし、結構防御力もあるんですよ。まあ、こいつめっちゃ攻撃力あるからね、この最強消しゴム。おら！うん、これでも結構飛んでる方だからね。キャップに注意。強い！強いが、この、ここ！あー！結構くっついたら飛ばせるんだけどね。あ、来た！この向き！いい！いいんだけど！来た！その勢いで飛ばしてくれれば！来たね！来た！行け！よし！よし！一勝目！一勝目取ったぞ！これはハンドスピナー最強説出るよ。あー、痛いな。これ密接してる方。この向きで。いやー、オッケー！オッケー！そう。俺の方が低いからね。そう、本当にハンドスピナーこれ完璧かもしれん。みんなもなんか当てるように頑張って、あ来た、俺の身長が低いあまりに今相手が飛び越えたべ。ということで、いけるか、最強は、ハンドスピナーだ。よーし、マジ最強が入れ替わったぞ。え、いや、本当にね、ハンドスピナーマジで強い。これガチで強い。さあ、来ました。これ僕2周目ですからね。また愛知に出ましたね。このボス。変わってんのかな？いや、多分変わってない気がするけど、どうなんだろう。あ、変わってないかもしれん。けど、ハンドスピナーでどこまで対抗できるかっていうのを見てみたいね。さあ、ということで始まりました。これね。最初、こいつを、おー！すごい！これ結構飛ぶんだよね。そう、だから、遠くの相手も倒せるし、今防御力俺が高すぎて、あいつが攻撃したら俺が、違う、あいつが吹っ飛んだからね。
あーやばいな、これ2回攻撃されるな。あれこいつも動くかもしんない。あー動いた、やばいなこれ、邪魔だな。おら、うえーやばーい、待って、うんうん、危ないね、すずりが邪魔だな。この下のやつ多分あれ逃げてる逃げてる待てー、こいつから倒しましょう。これ倒せるね。オッケー、すずり落としてくれた。うまい具合にこいつ倒しつつ、いいポジション取れたね。いきます、これいけんじゃないか、こっちだな多分。えい、よーし、これでラスボスが出てくるはず。お、来るか、来たね。こいつちょっと苦戦したんだよね俺。こいつも回る、ま、似たようなタイプかな多分そうなのかな。まあでもハンドスピナーさ、身長低いから、このなんだそう、こいつ下のねサッカーボールが苦手なんですよ。だからこいつめっちゃ有利かもしれん。あ、そんなことなかった、入れないね。あ、待って、ハンドスピナーの上位互換じゃねえこいつかもしれない。え、何やってんのいやー出た、狭いステージ、俺のこのハンドスピナーが最も嫌うもの。というかこれ消しゴムじゃないよね、やばい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 、やっぱ狭いステージは苦手かもしれん。3ステージ目どこだ、ここじゃないようにしてくれ。うわーまずいぞまずいぞ。え、あ、来た、ラッキー、この向きですね。えい、あーマジかー、お、何それお前2回とも自爆しそうになってるじゃん。これちょっと文鎮を外にやればこいつも落ちる施設。来たー、おー勝ったー、ハンドスピナー強っ。ちょっとこっちの一人用のちょっとラスボスも倒してみたいなって思ったんで、ちょこっちもハンドスピナーでやっていきたいと思います。これはまあ1回倒せばいいんで。はあ、こいつも結構小さい割に重さがあるタイプ。あ、でも、やっぱ攻撃力が強すぎて、余裕でしたね。まあ、こっちさ、クリアしてエンドレスモードってやつが出たから、それもやってみたいなって思いますね。こいつは？おお、くっついた時の威力は？あー、まあでもこいつが重いね。いい危ねえ。まあ俺、あ、残機4あるんで。全然、やばいな、これでも。あー！いや、これむずいね。ちょっと待って。やばい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 。この消しゴムが普通に強い。よし、勝った。そう、まあ、この消しゴムのルールで、例えば俺のターンで相手を落としつつ、自分も落ちたら自分の負けになっちゃうんですね。そう、これ、打つのが難しいわ。ちょっと意外と進みすぎちゃう。今のはひどいな、でも。さあ。98ステージ目。これエンドレスモードだと何かやっぱ違うのかな。お、こいつでも弱そうに見えて意外と強いです。ああ、意外と強い。もうなんか上にね、上下がこう立ってるやつ。こいつ結構強いですね。僕が最強消しゴムとして使ってたやつも、こう上に上下が立ってたんですよね。さあ、ステージ99。これが一番強いですね、この中では。でもこれ先手必勝できる可能性が。あー、できない、このハンドスピナーの巨大バージョンみたいなさ、やつこれ強いよね、これ多分ハンドスピナーにしかできないもん。なんか強い攻撃力をこうなんだ分散するみたいな。さあやってきたぜゴールド消しゴム。こいつも強そうだけどね、見た目は。おら、あ、ええ、あ、今後ろにあった定規に当たったのか。まずい、こんなやつに負けてたら。さあ、ハンドスピナーらしさを見せて倒したいね。こっちだ！あー！落ちたー！やばい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 。ラスボスにこんな負け方するとは。あと残機1しかないね。さあ、このハンドスピナーらしさ見せてやる。おら！そんなだね。あれ？でもこいつ多分普通の消しゴムと変わってないんだよね、実際。ってことはなんか、ラスボスとか普通の消しゴムでも頑張れば倒せそうだけどね。どう来るか？来たんじゃない？これ。ちょっと、こっちに飛ばす。オッケー！みたいな感じで、
まあ、こっちの一人用では結構難しかったかなっていう感じです。なんだろう、どちらかというと、まあ、どっち使うかって言われたら、まあ俺は、あの普通の消しゴムの方を使うかもしれん。ということで、ご視聴ありがとうございました。ね、これあのスイッチであるんで、ぜひ皆さんもやってみてください。ということで、次回見てください。じゃあな。